カメオさん、いってらっしゃい、あおあ。いっす。カメオさん、どうも、おはよう。みーすけさん、こんにちは。はい、みーすけ、こんにちは。行くか、夢の舞台に。夢の舞台に行くか。早いな、相変わらず。あの人毎回早いんだよね。そういうところが好感持てるよね。毎回早い、早すぎるぐらい早い。毎回ビタビタに来るからね。1時間前ので、大体俺が2番目とか、俺か便所さんなんだよ大体。毎回大型イベント全部そう。だからビジネスマンから信頼されるんだろうね。だから仕事が来るんだよ。行こうか。あ、芸能人だからサングラスしないと。いっけねえ、いっけねえ。芸能人だからサングラスしないとな。やべえやべえ、サングラスしないと、変装しないと顔バレしちゃうからね。いっけねえ、いっけねえ、いっけねえ。危ねえ、俺有名人だった。危ねえ危ねえ。行こうか、そういうくだらないアンチを増やすギャグは。いいや。また誰か。はいはい。誰かが俺のことを嫌いになるギャグシリーズ。リアル地獄の三沢って言われてるからね。リアル地獄の三沢って呼ばれてるからな。楽しもうっと。え、おー、ピーカンじゃん今日。ピーカンじゃん。行こうか。昼間の歌舞伎町とか誰も、え、今日天気いいな、おい。いや、天気いいな、おい。すげえ天気いい。ビビるわこれ。あっ、死んだ、携帯絶対死んだ。ああ、絶対死んだ。この割れたか、今の落ち方は絶対死んだ。うわー、生きてるわ。うわー、内臓出てる、内臓出てる。大丈夫、見えてる、な、見えてる、大丈夫。ああ、死んだかなこれ。内臓が見えた、すげえな。画面が半分、内臓でいうところのね、多分ね、腸が出たね、少し。腸が少しバカって出てたんだけど、ギュッて押さえたらなんとかなった。脱腸ぐらいになってたね。脱腸ぐらい、うん、iPhone、うん、脱腸だった完全。あー、寒い、冬だな、完全に冬だな。寒い、寒い。
花火ありがとう、花火ありがとう、サンキュー。今いくらだっけな。PC まで PC 39,600かな。30、合ってるな。PC までとか書かなくていいでしょ、めんどくせえから。うちのリスナーだったらわかるでしょ。396,500か。あざーす、ありがとうございます。うん、空気が澄んでる今日は。寒い。なんか忘れ物してる気がするけど、夢だね。どんな舞台かな。そうだね、ガキの頃やっぱ新宿ロフトって結構名門なんだ。あのバンドやってる人だったらまあ絶対知ってるっていうか、諦めた夢がねこんな形で蘇るとは。まあバンドやってない人は思い入れないかもしれないよね。まあ、人生何があるか分かんないよ本当に。一個一個夢を叶えた。でも今年は本当、去年今年はもうだいぶなんかいろんなやりたかったこととかやらせてもらって、うん、5、6個叶ってるもんね。すげえ楽しいよ。生きてるといいことってあるもんだな。
天気いいな、おい。この時間出歩かないからさ、ミイラみたいな生活っていうか、ドラキュラみたいな生活してるからさ、太陽が眩しくて困るよ。目が痛い。このまま煙になるんじゃないかと思うもんな。昼間が似合わねえな。全く昼間似合わねえ。30分まあまあ似合うだろうな。あ、やべえ、反対側来ちゃった。間違えた。あ、これね、ちょっとまあまあ俺らの話だね。花火上がったら数字が減っていきます。もう一つねえな。水はね、ある。むしろね、水すげえ取りたいんだけど、水ってすげえ難しいんだ、取るの。透明だから、何に水を入れるかっていうのと、反射とか、要はね、水はね、実はすごく取りたい。ただ映像で水を扱うのはものすごく難しいの。水滴もそうだし、そうだから、ちょっと今の俺の実力だと厳しいね。何回かトライしてんだけど、実は全部お蔵入り。水は難しいよ。なんで水好きなの？難しいんだよね。だからその水って一概に言っても、街の中にある水たまりなのか、お風呂の桶なのか、シャワーなのか、雨なのか、海もそうだし。で、水は反射がほら、ちらついたりとかさ、ザラザラするからさ、実は難しいんですよ。ふうかちゃん、おはよう。おはようございます。あ、やべ、うんこ漏れた今。まあ、いっ、ちょっとうんこ漏れたな。まあ、いっか。あ、ちょっと漏れたな、マジで。まあ、いっか。ね、今日はイベント出番はね、15時半かな。
いや本当に漏れた。まあいいよ。大丈夫大丈夫。いや大丈夫大丈夫。別に死にはしないから。ちょっとねやっぱ緩いよね。15時半かな俺の出番は。おいエルビン、おはよう。おつ、たくみさん何時頃来るの？会場13時入りか、13時オープンだから、まだか。でも俺ね、マジ俺出番13時半だから下手したらおっしゃり巻いたりとか全然あるから見逃すよそれ。3時頃だと3時半だよ俺の出番。あ、じゃああれか、配信者女性の分見ないんだ。全然あのライブハウスとか舞台とか押しとか巻きとか全然あるからね。延長します。統合フェス。統合フェスに出るよ。統合フェス40分、まあちょうどいいな。
はい、わたす。いいね、ありがとう。いや、楽しみだな。今日はベロンベロンになるまで飲んでると思う。多分帰れると思うんだけどね。今日は飲むって決めてるから、浴びるほど酒飲んで多分ずっと喋ってると思う。もしかしたら3時になるまでヘベルケになってるかもしれない。今日は飲んでよ、ずっと。多分会場でリスナーさんが見たら引くぐらいベロンベロンに飲んでやろうと思ってる。あいつマジかみたいな。いや、あの舞台系とかライブハウスとかってもうみんな楽屋で飲んでるよ。っていうか飲まないバンドマンとかっていないんじゃないの。わかんない、あの酒入れないバンドマンもいると思うけど、俺はずっと飲んでたけどね、ライブハウスやってる時。リハ終わってよく飲んでたけど、わかんない、それ千葉のスタイルなのかもしれない。嫌じゃん、ロックンローラーがさ、アルコールとかも真面目にやってたら嫌じゃない。ロックとかパンクとか、大体どこも飲んでると思うけどね。普通だと思うよ。多分光くんと一緒にずっと飲んでんだろう。多分俺の予想、光くんとずっと飲んでると思う。まだかなっつって。っていうかさ、何が面白いかってさ、こんだけでかいイベントでさ、こんだけでかいイベントで数百人見に来るわけじゃん。何話すとか全然打ち合わせゼロなんだけど、すごくない？そこがさ、やっぱ配信者っぽいなっていうか、配信者にそう期待されてる部分。ぶっつけ本番で何が起こるか全然あの予告なしっていう。でそれでオファーみんな受けて誰も文句言わないっていうのがすごいよね。でも多分それができるのってね、 YouTuber とかそれできないんだよ。配信者だからできるんだよね。普段もう喋り慣れてるから、即興で。まあ舞台とその対面のフェイス2フェイスの喋りとか違うと思うけど、
うわすげえ人。あれ充電されてねえの。なんだ。あれあ来た。あと何分？14分かちょうどいいな。14分。弁当さんまだ青壁の前にいんのかな。いるんだ。あ、いるんだ。じゃあ青壁避けて通ろう。じゃあ青壁避けよ。コミュ障だから、ね、コミュ障だから。すげえ人だな。人がすげえ多い。いたいた。あ、結構集まってんな。おはようございます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 。監督や。はい、監督。売れた枚数、売れ残った枚数と売れたお金を。例の件ってどうなったんですか。あのローソンの。あと、あれは一応その、はい、チケットのやつは、はい、東郷さんが一応考慮しておきます。あ、後からになる。了解です。で、1枚売れてるんで、あれなんですけど、もう一人連れてくるって言ってるんですよ。はい、はい。それはまあ後で。はい。今言われてる。あ、じゃあ金とあれっすね。窓がでもおしゃれよね。この辺タバコ吸えないんですよね。吸っちゃってるよ。吸い殻だけ持ち帰るよ。あ。すいません、リスナーさんやめてください。出るわ。リスナーさんですか。いらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。今日よろしくお願いします。一生懸命書いてもらおうと思って。リスナーさん、勝手に言ってもうね、やめて。何ですか。日本人ですか。今日来てくれた人です。ありがとうございます。ステッカーですか。あざっす。名刺切らしちゃったことないし。9枚あるはずです。で、1枚分。お釣りってあります。ありますよ。うっす。1万で、はい、はい。いやでもそれ出してっていうのがいいと思う。あ、にゃん太郎か。ワン太郎だよ。あ、ワン太郎か。赤髪なくなってきて。すいません。お願いします。うっす。4200です。はい。うっす。うっす。で、そうだな。今日は楽しみだ。
配信はないですよ。配信ない。久しぶりだった。これからあとね、直樹兄さんと、PK さん、ここ今4人いるから、プータンってどう、あの、はい、いろんな方にお願いしてて申し訳ないんですけど、はい、ちょっと僕あのサインマニアでして、僕サイン書かないですよ。書けないんですか。書けない、サインとかないっす。あ、名前だけでいいですよ。名前だけでしたら山ほどいます。あのはず、いやいやいや、サイン、サイン、こんな人もいますから。いやいや、もうサインとか恥ずかしいんで、ごめんなさい、すいません。それだったら無理強いしないです。はい、申し訳ないです。いや、大丈夫です、はい、すいません、なんか無理人。ええ、とんでもないです。いっす。いい、とんでもないです。ちょっとちょっとダフ屋さんですかっていうコメントで鼻水出ちゃったんだけど、鼻調子よ。ちょっと笑わせないでよ。ああ。だじゃないって。ティッシュ。ティッシュだけ持ってない。シャンタロー。ワンタローだよ。ティッシュ持ってない。じゃあ汚ねえ。あ、ごめん。40度もさ、鼻垂れてる。ちょっと寒いよね。もう行くけど。じゃないっすよ。ティッシュはさすがに。どっかに入れてきちゃった感じで、会場入り鼻水垂れたまんま。あ、岡部。お茶飲みください。ありがとうございます。じゃあ僕も切りますね。皆さん頑張ります。会場で会いましょう。お疲れ様です。会場に来るの解放だけだけど。お疲れ様。